ままあどの辺かから話しますかねそうですね、えっ、ー、と、あれ、まあ一応、あの順番であれの話からしていきますか、その清,水の清水さんの、ねうん、事件がまあああのー、あったよっていうことですよね、なんか。えー、で、その後だから、どういうふうなこう反応があったかというと、あれから2週間ぐらいだからたったわけですよね、今日の収録。 収録してから2週間ぐらい経ちましたっていうことが、だからあったんですけれども、はい、で、その後、で、あの、一応その動画を撮って、サードさんにアップしてもらってが、その後どうなったかっていう感じなんですけれども、えー、具体的にはあれなんですよね、全くその進展とかはなく、 えっとその清水さんは、そのまあ中傷の、えー、ツイートもは削除してくれておらず、うんうん、えー、まあなんていうんですかね、特にまあそういう謝罪とか、まあそのリアクションがないという、まあ、無視されてというふうな状態がまあ続いているというふうな感じなんですよね。そうです、ねで。あのーまああののー、まこの YouTube を見てくださってるだからリスナーの方たちとかは、 あのすごく反応してくれましたし、ツイッター上でもそのフォロワーの方たちとかは反応はすごくたくさんあったんですけれどもあ、あれですよね具体的に YouTube にだからこうついてたねコメントとかありますと、 とハンドルネーム 02H さんとかは、えー、勉強になりましたと。大学の教授がこのような態度をとっているということに驚きを隠せませんでした。うん、この件を単なるふざけた行動ということにとどめずに、フェイクニュースや、えー、世界で起きている問題にまで発展して論じてください。とても勉強になりました。うん、ビイングダルマスバーシ本でした。星さん、佐藤さん、いつもありがとうございますということで。いや ね、021さん、こちらこそね、ありがとうございますというふうな感じで、うん、あの、あ動画を見てくださってね、本も読んでくださって、うん、まあ,ありがたかったというね。うんえー、で、また別の、えっと、ハンドルネーム、ゼロ修正さんは、えっと、 えなんか精神的に問題を抱えているのではではっていうのは、まあ、清水さんのことですよね。なんかで、それ僕たちが問題を抱えているっていうのじゃなくて、清水さんがってこと、死後はっていうことだと思いますけれども、自分学生時代にはうつ病だったり、統合失調症だったりとかで、言動が情緒不安定な教授を見てきましたので、ちなみに統合失調症の方は定年退職されたのですが、 えーまあ、現在、コロナやトランプ関係では陰謀論にまんまではまっていましたというふうに、うまあ、あるという。まあ、そうし、まあ、そう、清水さん、別にここの病気かどうかっていうそれは僕たちには分からない、なんとも。まあそれは全くね、わからないことです。わからないことなので、まあ、ね、なんともそういうふうにあの、まあ、コメントしようがないんですけれども、 え東條ことさんからは、えっ、ー、と、えー、清水氏の発言のやばさは以前から自分も気になっておりまし,ましたと、今回が初めてではないと思います。<ー>え平気で暴言白紙、差別主義的な煽り文句も一ってるの見たことはありますと、えー、哲学者だかといって、必ずしも人格的に優れた人物とは限らない例だなと、えー、発言は全部残っているので、いつか壮大に炎上する日が来る気がします。笑いというふうに。まあ いろいろ、えーまあ、この視聴者の方からはコメントいただいてありがたかった、ね、ということです。えー、僕たちは全部あのコメント、あのそのコメント欄でコメント返してないんですけれども、ちゃんとコメント見てますので、あのこうやってコメントいただけると嬉しいというか、うんあの、批判的な、ね、あのコメントとかも含めて、いろいろご意見いただければというふうに思うんですけれども。大変、はい、<で>励みになりますね。まあ、<laughs> そうそう、励みになりますね。<laughs> えーあの で佐藤さんの、えーともうえー、Facebook とかそういうところにも、えーとまあ、その仏教関係者とか、まあ、清水さんにつながりのあるような方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、反応はまあ全然なかったんですよね。あなかったです、ねうん、SNS とかも含めて。全くないです無視というふうな感じで僕たちはまあ一応そのネット上というかそのリアルな世界でも仕事上ね 仏教の世界とか仏教学会というかね、なんか仏教学とか、うん、あと仏教業界みたいなにつながりは多いんですけれども、まあそこからは全くまあ無視だったっていうかね、なんかそんなのがこう、まあ明らかに告発してるのは見えてるんですけれども、うん、そんなのあるのっていうふうな感じで、まあこう、もう見えないみたいな感じでの扱いだったわけですよね。 で、でね、まあ、だから、まあ、そのことに、まあ、もう、絶望してですね。絶望ですか絶望はするんじゃない <laughs> だかでこうやって、もう、だって、いや、<laughs> ほら、まあ、そうそうやって、だから、そう、応援してくれる人がフォロワーの人とか、ファン、読者の人とかは、もちろん、みんな、えっていうふうな感じで、たくさん応援はいただいてるけれども、うん、まあ、その、その肝心の、その、だから、僕たちは、だから、訴えたい、その仏教学関係、 アカデミズムとかそういうの中とか、とかその仏教関係の業界人たちには全く無視だったので、うん、まあ、もう絶望するしかないのかなっていうふうに思っていたところに、アカデミシャンの、まあ、アカデミズムの中から、まあ、唯一ですね、まあ、反応してくださった方がいらっしゃいまして、うん、それはまあ,あの、あの、ご身分を明かして、あの、 ご発言されているので、まあ、生言ってもまあもちろん構わないと思うんですけれども、人類学者で、えー、っと京都大学准教授の、まあ、池上綾先生ですねえ。池上綾先生のツイッターはここで読むと、はいえー、私もよく間違えるので、まあ、少なくとも間違いを指摘していただいたら感謝して、えー、間違いは訂正謝罪できる人間でいいよと思いましたと、まあ、この動画の感想をツイッターの方でいただいたということですよね。 えもちろん、そもそも間違いなくせよというご指摘もごもっとも、しかし、間違いを指摘されて、指摘してくれた人をブロックするのは子供っぽいよというふうに、えー、池上先生は、まあ,あ、えー、反応してくださったと。まあ、無視することがなかったとっいうことですね。はい、まあ、唯一、まあ、その日本のアカデミーズの中で反応してくださった方がいたと。まあ、多分あのー、 池上先生に関してはね、この後お話ししようかと思うんですけれども、佐藤さんがですね、その池上先生の、まあ、著書、えー、インド残酷物語を非常に高く評価して、あのー、あれですね、去年からかなり佐藤さん紹介されてましたよね、ツイッターとかの、フェイスブックとか SNS を通じて。 サウさんそうそう池上先生と直接面識があるとかいかってないですねはも、い。ただまあ、うん、あの。もうじゃあ本当に偶然あれですかこの本を知ってっていう感じそうそうそう,そ,そう。インドを旅する55章っていうそのアンソロジーがあって、うん、その中で結構そのインドのグルの話グルってあの宗教家のね話がのエッセイがあってそれがちょっとすごく面白くて、うん、あこの人の生調読みたいなと思ってたところでちょうどなんていうか。 あのー、発売された本が収益、ね、写真書の。去年ですよね。これ出たのが去年だと、ね。えっと2021年じゃないか。ああ21年の11月だから、うん、まあ10月だまあ最近だよね。まだだから出て半年ぐらいだ。最近の本で、うん、結構評価高いんですよね。そう、もうすでにかなり話題になってますよね。うん、でこの方その方そ特に 面白いのが、そのフィードワークしてるのが、インド南部なんですよね。インド南部の、あの、カルナータカ州っていうところですね。です,ですから、うん、あの、まあ。ムンバイのより南の方ですね。で結構、この、<で>この視聴者の方にも、あ、その、インドの北部と南部のこう違いって。分かんないんじゃないですか、うんまあ。そう、そう。わかんないかもしれない、ね。簡単に、うん。説明して。うんうん、まあ、まあ、<う>南と、南とし。 北と南っていうふうに分けるのもも難しいぐらいいな難しんだけどでもまあざっくり言うと日本人にすごく親しみがあるのはどちらかというと北なんですよね日本人がインドって言ってイメージするのは北の方だよそうそうそう。要するにそのあのガンジス川が流れててそれでなんかあのベナレスでみんなが沐浴しててとか、うん、あとお釈迦様が悟りを開いたブッダがやがあってとかそういうのは大体北の。 な,ね、なるほど日本人がイメージするインドはわりとこう、うん、インドの、まあ、北側よりのインドのイメージは強いでしょうと、うん、そうそうあの要するにそのガンジス川っていうかあの川の流域のまあ古代から文明が栄えてたところですね、うん、それからあとインドの,あの首都もニューデリーっていうのはまあ北部なんですよねうん、うん、すごく北の方にあってパキスタンに近い方にあるんで、うんうん、やっぱりそのインドのニュースが取り上げられる時っていうのは、うんうん あのやっぱりあのインド北の方が、うん、あの中心に取り上げられることは多いんですよね。みんな、うん、注目が集まって。で、それに対して南の方っていうのは、日本人の,そのインドでいうとき、あ,時あんまりそのあなんていうかイメージが湧かないところで、ただ唯一湧くとしてはその、今、チェンン内って言われてるところが昔マドラスって言われていて、うんうん、マドラス航路とかって言って、南の方に汽船が。 あのずっとヨーロッパのに行くと。ああ<ー>、飛行地として、県内があったみたいなの。うんうん、そういう港町も。うね、そういうのがあって、うん、マドラス。 あのなんいうかマドラスな,なんとかっていうのは、マドラスっていうのは頭につけた、なんかそういうの商品名とかいろいろ、あのー、あったりして、そういうのイメージがちょっとあったのかなって感じすですけど,、ね、けど、ただ、まあ、インド南方の方はちょっとあまり日本人にはイメージが薄いかなという感じで、うん、でで文化的に言うと、そのいわゆるその、うん、ザ・インドというかね、そのサンスクリット語っていうその、うん、古代の、あのー、いわゆるインドアーリア語系と言われている。うん その言,葉を言葉を元にした文化みたいなねそういうあのものが来たインドでしかもあとイスラム教のね影響がすごく強かったりとかでそのまあ何度も何度もの大陸の,その西の方からいろんな民族が攻めてきてそれで従されてまたそこでまああのインドにしばらくいる間にだんだん同化してみたいな感じのあののに比べてあのインドの南の方はその インドの,その先住民というかね、昔からあのインドの古装の文化をずっとやってきたそのドラビダ系の人々、うん、いわゆるドラビダ人と言われているような系譜の人たちが割と強い,い。うん、アイリア人と違ってね。アア人と後からこう侵入してきたアイリア人と違ってっていうそう,そう、うん だそのインドの,その古い文化が残っているのはむしろ南インドの方だというふうに言,うああ言われる場合もあるんだけど、その辺はなんかあんまりとごちゃごちゃしているというか、うんまあ、でも人類学者である池上先生がね、だからそういうまた、まだそういうあんまり知られざるそのインドこそこうフィードワークするには、やっぱりそう南インドの方を、ね、研究するっていうのはよかったか、ねうん、ただやっぱり、そのいわゆる日本人がインドでいう時に、すぐ頭に浮かぶカースト性みたいなね。うん そういうものの、あのシステムっていうのは、南にも北にもすごい強固にまだ残っていて、うん、まあ、むしろ南の方が強固なところもあったりするわけですよね。だから要するに、<お>あの、特に北の方は、そのヨーロッパ、うん、というか、イギリスの植民地支配を受ける中で、だんだんヨーロッパ内でされてきたところもあったりするので。うん あのー、そういう、あちょっとあか抜けた感じになってるほど,るほどあるんだけどだ少し最近洗練されてきているところもあるけどって、差別とか問題それに比べて、まあ、南の方がどちらかっていうと、まあ、その社会の発展という意味では、まあ、近代化っていう意味ではちょっと遅れてるところもあったりして、てしまあそれもね、結構地域によって違うんだけどね。うんうん、まあうううう、進んでいるところもあるけど。うん、南インドでも、そのうん、例えばその、一番最南端にあるケララ州っていうところは、うん、ずっと共産党政権が。あの 支配してたりもうインドも大きい国だから、州ごとに一つの国みたいな。じだからね、国が国みたいな。国柄が違うんです、全然。アメリカみたいだよね、だからユナイテッド・ステイツみたいな。そうですね。あれも連合州っていうかね、連合国みたいな感じで、一つ一つの州が国みたいな。だアメリカだってさ、僕も行ったことないけど、例えばさ、ユタ州とさ、テキサス州とさ、カリフォルニア州と全然多分乗り越えた。いや、全然違うよ。だから、そのさっきだから、さあそと言われたとだから、その、 北と南って言ってもインドって分けられないっちゃうけど、アメリカだからその西と東でもやっぱり違うけど、うん、西と東だけでもげられ分けられないしっていうのもだからあるしっていうのがあるじゃないですか。うん、だから東海岸と西海岸全部違いますよみたいな、ねうん、気候も違うよっていうような感じだけど、うん、だけどまあそれだけにとどまらずもっとでもやっぱアメリカも対応だしねっていうのは、その2つだけしかないわけじゃないからみたいな感じもあるので。 そういう意味で、インドも非常に多様でわけわかんないとこなんだけど、そこの南インドのアラビア海寄りの方のカルナタカ州というところでずっとフィールドワークを、2009年から2017年までカルナタカ州の州都であるベンガルール、だから今、昔はバンガロールってわけですね。そのちょっと 僕たちにあれだよね、うん、あのー、耳慣れてる感じかもしれない。そうそう最近トルコもチュルキーとかね、変わったりして、そうん。そうそうんうそよクルジアってね、ジョージとかにこう変わったりとか、そう、ケイフもね、<laughs> うん、キーウに変わったりとかあるから、そう,ね、そう、だからバンガロールっていうのは昔の、例えばベンガルール 今はベンガルで<っ>昔はバンガロールと言われててそいわゆるその IT インドの IT 産業の集積地みたいなところなんですよね。うんうん、だからそのインドの,その産業の部分ではその最先端のものがあるけれどすごい古い農村社会の色,色もすごく残ってる。そこでだからまあインドの,その矛盾、インド社会の矛盾と。 あのダイナミズムみたいなものが、うん、まあすごい動いている場所の一つでもあるわけですね。そうですね。うん、そこでまあフィールドワークして、そのどちらかというとその姿勢の人々っていうか、はい、権力者とか、うん、あのハイカーストの人ではなくて、うん、もう地,地を這うように生きているような人たちにずっとインタビューして、うん、その人たちと一緒に暮らして、まあキドワイを共にしてみたいなね。うん、そういうふうにしてあの。うん 続ったこのエッセイ集ですね一つもその柱僕もサードさんにこう勧められてこの本を読んだんだけれども、うん、あのすごい、まあ、本の柱としてま通ってるテーマはやっぱりそのカースト性っていうものに対しての、まあ、すごくこう関心があってってことうん、うん、この本を読んで初めて知ったんですけどカーストっていう言葉としてはポルトガル語であのインドの言葉ではないんだねなんかそうなんです、うん、ポルトガル人があの外からインドを見たときに、うん あの言った言葉なんで、まあ、それが取り入れられて、だから、まああのー、インドの場合はね、あのバルナとジャーティっていうふうに。バルナとジャーティ、うん、この本の中に説明があります説明ありますね。ぜひ読んでほしいんだけど仏。仏教の本の中で出てくるのはバルナの方かななんかあの説明とかで出,、ねうん、出てきますねそう。バラーモン、クシャトリア、えー、っとバイシャ、バイシャシュ,ーシュードラっていう、うん、まあ4つで。まあその まあ、を階層に分けてっていうような簡単な説明からまあ入ることが多いよね。仏典、うん、なんか見るとね、うん、そのチャンダーラーっていう言葉が出てきてて、いわゆる不可植民って言われてる、そのカーストのまた,そのそのまた外にもう追いやられたようなあの最下層の人々っていうのはてカーストの中にさ入れないような被差別民ということですね。うん、そうですね、うんで。そういう方々が、まあ、インドでも数億人単位でいるという、すごくもう、うんあの たくさんいるわけですよねだからかそのいわゆるカースト制と言われているそのバルナとジャーチのシステムの中で、まあ、もうあのそこにすらもう入れない。うんはい、いわゆるだからですからまあ英語で言うとアンタッチャブ,ブル。アウトカーストとかね、うん、英単語とか、アウトカーストとか。うん、そしてこのまあ本の中では、ダリトという言い方とかで、被差別民の人たちが自分たちはまあそういうふうにまあ定、はい、ダリトとまあ定義づけている。うん でそういうあの、いわゆるダリとの人々が今のその激動のね、もうどんどん変,あの変化しているインド社会の中でどういうふうに、まあ、生き抜いているのかっていうね。そして、その権利回復も運動もあるし、自分たちの,その生活向上というか、だから境遇を少しでもだから改善させるためにどういうふうに取り組んでいるか。うん、そこにま,あいっぱいまたそのグルト 言われる人たち。グルって言うと、だからさっきサドさんもおっしゃった宗教的な指導者っていうイメージがあるんだけれども、うん、特にこの池上先生の本の中で描いている、だからグルは、まあ、社会活動家というか、まあ、社会変革家みたいな感じのイメージ。うん、まあそうです、ねまあ、そう,そう,そう土地のリーダーみたいな感じ、そ,、うん、その誰トと人たちの中のリーダーみたいになっているイメージ、ねうん、そういう人もいるし、あとはなん,なんかね、あのー、要するに、 公的なその裁判とか裁判所とか警察とか行政、うん、機構とかがあんま信用ならんってことでななん,、ね、なんか困ったことがあるとそのお寺に行ってグルノの前でその模擬裁判議事裁判みたいなことしてそこでまあ証文取ってあの丸く収めるみたいなねそういうこともやっているみたいなそういうなんか社会のなんていうかね中間的な。 うん、あのなんかそういう役割を果たしてるみたいなのがあってそこでなんかあのそういうなんていうかな権威の源泉は何かっていうとその出,出世権っていうかね、うん、だからあの出家して、うん、一見その世の中とは関係ないところに自分がいるとそうです、ね、だからまあ中立公正とかちょっと超越した立場からみんなのことをまあいろいろ。 調停したりするから、そのことには、そのグルが言うことには、とりあえずみんな従うみたいなね。そうですね。うん、<laughs> そういうシステムがあって。それ,でそれが、まあ、まだまあ、そうそうずっと、そういうのは、い、生きてるというね。あのー、まあ、今現在ってことですよね。リアルタイム、ね。で全然生きてるということですよ。だから、あの、そういう意味で、その誰と、人たちの、その権利回復運動っていうのも。その、ただ単に、その。いわゆる、社会の公的な、法的なシステムの中で。 あの地位向上するとか差別反対とか言うだけではとどまらずに例えば村のお祭りとかね、うんうん、お祭りのその,あのなんかでその例えばその、えー、まあ日本でいったらおおか岡倉とかさ、うんあのー、お祭りの時の奉納歌舞伎みたいなという感じで演じられるそういう物語みたいなのもその中にもその差別の物語っていうのはそしてそれがね、うん、差別を再生産することにらつながってる。 その差別を再生産するその宗教的なシステムがもう源泉としてある中でそれをに対していかに対抗していくかみたいなね、うん、めちゃくちゃしんどいことを戦いをしなきゃいけないっていうわけですよね。うん、であとはまあその大都の人たちもその自分たちずっと虐げられてきたばかりに、うん、その何て言うかなあのー、ある意味何て言うかなそのみんなであのー、団結して戦おうとかね。うん そういうふうなマインドにならないんですよね。だからそれはさ、やっぱりその、うん、虐待をね、だからこう受けて、その、機能不全家族で育った人が、うん、また自分でこう家族を持ったときに、うん、またこう、機能不全家族になってしまうことがあるような感じでね。うん、だからこう、まあ、必ずしもそうなるというわけではないんだけれども。決まってるわけじゃないんだけど。うん、決まってるわけじゃないんだけれども。うん まあそういう環境から受ける影響っていうのは人間はすごく大きいからまあその虐待の連鎖みたいなことがねえその被差別民のそのダリートの人たちの中で起こってしまうという、うん、それだから屈辱の文化みたいなの中にだからそのダリートの中でももうずっと足の引っ張り合いをするとか一回ちょっとした利権を自分が持ったらそれは絶対手放さないとかそういうその相互不信のあの 中でもずっと抑圧されてるみたいな状況があってそ<う>そ、そこでなんていうかね、メンタルスレイブリーっていうかね、うん、僕もあれの言葉をかれれば、それはだからアメリカのアフリカ系アメ,アメリカ人のね、うん、歴史の中にも同じような構造が見て取れるわけじゃないですか。うん、だからその奴隷でかつてもあって、まあ解放、奴隷は解放、リンカーンの時代に、ね、解放されたわけやけれども、うん、まあそれからだから本当にその、 他のそのマジョリティのそのアメリカの人たちとまあ対等に経済的にも文化的にもだからやっていける状態に今もってなってるかといったらまあそうともだから言い切れない、うん、まあそういう苦しみがだから再生産さ,されてしまう 社会的な構造からやっぱり正していかないと、うん、なかなかそれは克服できないという状況があってそれをもうすごくあの生き生きと描いてる本ですよね。澤さんにあの進めてもらって本当に読んでよかったと思うけど、うん、でやっぱ僕はあのすごく思うのはだから日本でその特にこの放送を聞いてくれてたりとか僕のツイッターとか僕たちやサさんのツイッターフォローをしてくださってる方にはその仏教に 関心持ってらっしゃる方が多いというふうに思うんですけれども、だから仏教書とか読んだり、愛読されている方とか多いと思うんですけれども、やっぱりいろんな仏教書を読む前にね、そのお釈迦様がこう生まれた、その厳密にはまネパールに生まれてるわけですけれども、だけどまあそのお釈迦様の,その仏教が、まず主に初期仏教が、 広がったインドっていう、えー、土地柄、だからお釈迦様が説いてるその仏説の背景にある、やっぱりその文化、うん、どういう文化の人たちに説いてるのかっていうのがあるわけだから、うん、そのインドっていうものはやっぱり理解することはすごく大事だと思うし、仏教の発想を知るために、ね、うん、だからいろんな仏教書をひもく前に、 まずそのインドっていうものを理解するためにこの池上先生のまあインド残酷物語をまあ是非読んでいただきたいだから僕もその動画の中でねその「ダンマパダアッタワンナナ」っていう本ねあのダンマパダの注釈書、ね、の説話集ですよね、うん、それを紹介する動画の中でも言ったんだけど、うん <laughs> かあの池上先生のこのね本に出てくるような話が、うんうん 結構そのまんま <laughs> 乗ってた、うん、乗ってるケースが結構あるんですよ、ね。だそれぐらいか変わってない。<laughs> 変わらないっていうか、ただその変わらないっていうのは、まあもしかしたら語弊があるのかもしれなくて、まあお釈迦様の活躍されてた時代、うん、インドの時代っても結構インド都市文明と貨幣経済みたいなのがすごい発達して、はい そのシルクロードっていうかね、そのペルシャとかあっちの方と遠くに行ってまあギリシャの方からずっと続いてる、はい、通称論みたいなのもずっとインドの方まで入ってきてて、そ、ね、うんうん、という意味ではそのインドの,その,あの社会がすごい都市化と、あのまあまあ、いわゆる、まあ、なんていうかね、都市文明的なものがわーっとぼ興してきた中で、うん、その中で仏教が生まれたっていうのがあるから、うん やっぱ仏典の中、でそういう時そ中、インド社会が激動してて、うん、なんか変化した時の息吹みたいなのが残ってるわけですよね。そういうものとなんか響き合う物語が、実はあのインド残酷物語の中にあるゼロっていうことなので、仏典をよりよく理解するって意味でも、本当にあの読んでほしいですね、福読本として読んでほしいです、ね。そうね。だから仏典の福読本という感じで。 そのインドそ、特にその仏教を前提になっている、まあだからポルトガル語だけれども、うん、まあそのカースト制ね、だからそのバルンとかジャーティーとか世界と、インドのその、インドのその身分制度の世界が、そのちょっと日本にいる僕たちには、うん、あの、とはかなり異質なので、だからそのままだからその仏教文化みたいに理解するときに、ちょっと理解しがたかったりする、その輪廻の話とかも含めてだけれども、うん、理解しがたいというふうに思う。うん なんでその倫理が、ね、脱出しなければっていうのもあると思うんだけれども、それはまあやっぱりその前提を知ってもらうというためにも、ぜひ読んでほしい。そうですね。あと、うん、それとね、あのこれも、まあ、星さんも見てて、僕も見てすごいあの感動した映画だけど、ホワイトタイガーっていう映画がありましたよね。ホワイトタイガーに主人公の話って、 実はこのインド残額物語の第5章にウーバーと OBC っていうずっとね池上先生のフィールドワークドライバーの方の話研究をサポートしてくれたドライバーさんの話が載ってるんですよそのドライバーさんの話とファイト大会の出てくる主人公の話がすごいリンクしててびっくりしたんですけど。 まあ、あれもね、結局あの、バンガロールに、うん、流れていくって話ですよね、確かね。だからまあ,あのつなが、もうすごいつながってて、だからその太古の、うん、2000年以上昔書かれた物展の物語と、うん、その池上先生の,そのフィールドワークと、うん、その最近すごく話題になった、ホワイトタイガーというインド、まあ、インド映画というか、まあ、あのイラン人監督の人ですね、が撮った映画ですけど。うん インドでもこれ、あんまり日本で見られてないんだよね、残念、ね。見られてないんですか、ね、そうそうそう。ネットフリックスであの、うん、視聴可能なんですけど、ネットフリックス会員になってらっしゃる方が見られるんですけれども、うん、ちょっと話題にした、えー、と評論家、映画評論家の方も、町、えーま、山智博さんぐらいしか,あ,かあんまりおらず、非常に傑作があるんですけれども、<laughs> うん、あのほとんど、あの も,うもちろん見てらっしゃる方いると思いますけど、うん、SNS とか見て検索とかすれば、うん、見たい面白かったよっていう方いらっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱり、あのー、その作品の良さに比べて、あまり話題に、日本では少なくとも話題になってないという、ね、だからあのぜひ多くの方に見てほしいと思いますし、うん、原作も、ね、日本では翻訳されてない、売れなかったんでね、絶版になっちゃってて。あのー ブッカー賞というですね、英語圏では、だからその定評のあるその文学賞も取ってるのが、まあ原作なんですけれど、うん、ホワイトタイガーっていう同じタイトルで原作ですけれども、うん、まあ残念ながら、まあ、あのー、日本では翻訳されたんですけど、そんな読まれることなく絶版になってしまっているという、えー、状態があってというね、ぜひ、あのー、で、まあだから劇場でも公開されなかったのかな、ネットワイクス直接公開かと思いますが、うん、まあ,まあ,まあコ,コロナのねああ、影響もあったかもしれない。あったと思いますが、うん、あのー、 ネットウィックス入ってらっしちゃる方は、ぜひインドを理解するというためには、ホワイト・タイガーを見てほしい。やっぱりそのダリットの問題っていうか、ね、うん、そのインドの階級社会の烈さがすごい描かれてますよね。のねその差別され,されている側の人たちも、その構造の中でさらにその差別を再生産してしまって,て。強化していくみたいなね。うんうん そこから例えばその主人公が一人抜け出そうとすると、うん、それすごいなんて代償が伴ってしまうようなねすごい代償、ね、描写も伴い、ね、えぐい描写もあるわけです、うんうん、でそれからその、あのー、まさにインド残酷物語だよね そホ,ワそうホワイトタイガー自体がね。そうそうそう,そうそうそう。だからホワイトタイガーの副読本としてもいいっていうか、まあ。<laughs> インド残国物語って誰が編集者がつけたいとこれはだからあの日本残国物語ってあの宮本恒一とかがあの編集したアンソロジーがあって、民族語学の古典として結構有名ああ、なるほどね。なんかうん、僕なんかさ、大島内さんの青春残国物語のを連想しちゃったよ。なんかうん。えー、っとね、まだ。 確か平凡者ライブラリーかなんかで、うん、あのあるんじゃないかな。あの日本のうそこそこ、澤さんみたいにさ、なんか民族学の知識がないから、宮本千一はうイメージしないでさ、うん、大島愛さん本映画の本も思いついちゃったよ、うん。だからいろんな人が、山本周五郎もかかってかね。うん、だからまあ割とそのビッグプロジェクトであの日本残酷、日本,日本じゃ、まあんまり日本の残酷物語かなっていう本があって、うん、今だから。 平凡者ライブラリーで4巻、うん、本で出てますけど、うん、まあそれに多分あのあやかったというか、そこからあのう、なんていうかね、インスパイアされたという感じなんじゃないかなとうん、うん。そっちってちなみになんか佐藤さん呼ばれて あの全部は読んでないと思うの、うん、さすが長い、パラパラはたいな宮本誠一結構好きなんでんなのうなん、昭和30年代に初版が発行って書いてあるんで、かなり古い本ですから、もう、ね、それこそ日本が高,高度成長に入りかけた感じで、うん、徐々に急速にそういう日本の民族文化みたいなものが失われていった。 時代ですよね、うん、その時に何かそういうものをちゃんと記,記録に残してからし、ね、記憶したくことがかまあ明るい話も暗い話もね、うん、残しておかなきゃいけないということで多分あの編纂されたんじゃないかなと思いますまああのちょっと、うん、適当なことしか言ってないですけど割とだからねその宮本恒一は「忘れられた日本人」っていう本が有名でわり、はい、かしロマンチックな民族語学の話が、うん みんなに愛読されてるんですけど、実はそうじゃない話もちゃんと集めてたっていうことですね。うん。幅広く。うん、今、だからインドでは、日本では民族学者がそういうことをやったけど、まあ、インドでは、その人類学者が、あの、一生懸命そういう姿勢の人々の声を集めて、 最近はモディ政権っていうね、インド人民党っていう、どちらかという教ヒンドゥー至上主義のね、ウルトンナショナリスト系の人たちがたくさんいる政党が。安倍元首相と仲良かったね。政権を取ってるんで、人類学者がいろいろフィールドワークすることに対しても、すごい邪魔が入るらしいんですよ。ちょっとでもインドの政府とかに批判的なことをやってる人にはビザ出さないとか、いろいろ抑圧をかけてるらしくて、これ、スリランカともそうなんですけど。 うんうん、まあやっぱりこれまではねそういう欧米の学者の、うん、まあその星さんがこの教えてもらった言葉で欧米の学者、まあ、日本も含めて欧米的価値観を持った、うん、あのナラティブというかね、うん、そういうものであのインド社会を描かれることはちょっともう我慢ならんみたいなね偉大なるインドの。 あの文明をそんなあの荒探しみたいなことされたらたまらんみたいなね、うん。ちょっとローシア、ローシアみたいな感じなそう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 いう感じで、あの、やはりインドが豊かになるにつれて、うん、いわゆる中産階級的な人とかが、うん、まあ徐々に増えているのは確かなんです。うん、はい。そういう人からすると、うん、そんなその遅れたインドをなんでほじくり返して、あの、わざわざ研究とかするんだみたいなね。うん われわれはこんなの偉大なる経済対策に,な,ってにな,なりつつあるのにね、うん、そんなことをするのはそのいや嫌がらせじゃないかみたいな感じなで、非国民だみたいな感じ。そんな感じになるわけですよ。うん、だから、そういうなんか、まあ、素,朴な素朴なというかねあの、のっぺりした感じのナショナリズムみたいなものを、うん、にあの共感するような人も増えている。 うん、ですから、ツイッターとかでも、ちょっちょっとインドの批判とかすると、うん、だ日本語ができるイン,ドインド人がなんか変なコメントしてきたりするんですよね、時々ね。SNS の時代のこう悪い側面が、だからそういうインドにも及んでしまってるのかもしれないね、SNS の場合はさそういう細かいその。い バドナーとかジャーティの細かいサインみたいなのが車掌されて、うん、インド人なんだからインドのために頑張るんだみたいな、うん、インドの悪口は許さんみたいな感じで盛り上がってしまうみたいな。長い議論にこう、うん、ツイッターみたいなのって向かないじゃない。だから SNS みたいな、うんまあ。ツイッター以外にも SNS とかあるけど、Facebook、うん、とかだからあのそのツ,ツイッターみたいなのってこういうじっくりした議論に向かないっていうか。うん、か僕たちはそのこう、 動画配信したら理由の一つにも、だからその結構複雑な話もね、複雑なままにお伝えし,したいという感じで、まあ、その140文字という制約の中ではなくて、<laughs> まあ細かい話もだからしたいと時間がかかる、だからこの動画長いというね、お話のコメントもたまってますけれども、あのー やっぱりだから、こう、令和新選組っていうのに対しては、こう、ツイッターっていうね SN、SNS の中れだと、支持しますとか、だからアンチですっていうぐらいしかやっぱ言えないわけです。あんまり細かいことは言えないと。そうすると、令和新選組のこの政策はいいけど、こういう政策はどうだみたいな複雑な話になっちゃうと、やっぱツイッター向いてないんですよね。それよりは、なんかもう、 あのー、まあ、あれし、TikTok じゃないけれども、もう短い動画でもこう切り抜いて、ここのとこ、素晴らしい山本太郎さス大好きみたいに言うか、うん、もう俺はなんて、もう話ならないよみたいな、あんなやつはみたいな感じで、腐すか、うん、もうどっちかみたいな感じになってしまうので、やっぱ長いような話はね、SNS では向かないんですけれども、うん、やっぱりでも、インドでももうみんなスマホ持ってね、そこで情報収集するような時代になってきちゃってるから、うん、あんまりだから細かいような話をこう、 じっくり本読んとか考えたりっていうよりはまあ相場相場でねなんかこうあの刺激的なこう情報に触れてっていうふうな感じなまず、うん、実際そのインドでもそのいわゆる都市の中産階級だからバ,バンガローチがだから僕も何年か前にインドに行った時にびっくりしたけどやあのムンバイっていうね昔ブンベイって言ったとこねベイ、うん、エリアとかにすごいなんかもうタワーマンションガンガン建ってるわけですよ、ね、ああもうすごい都会的な感じな都会は都会なんですよそう。 イイメージするようななうう田舎みたいいンドじゃないんだっいう、うんうん、だからまあ向こうはあんま地震とかもないし建築基準法とかも緩いだろうからなんかその、うん、ちょっと建て付け的にどうなのかみたいな感じの建物も多いんだけどドバイとかに建ってる塔みたい、ね、なんかタワーみたいな感じなんか大胆なものを作るなって感じなんだけど <laughs> まあそういうのはまあまあ建っててそ,そういうところに住む、まあ、いわゆる中山階級もたくさんいるわけですよね。うん、そういういからすると なんかそ,のそれ以外の農村社会にまだ住んでる大多数のっていうかね、うん、多数のインド人のことの方が全然なんかあの目に入らないっていうか、うん、あとなんかインドの場合、特にそのあの公共インフラが脆弱なんでそのゲー、うん、いわゆるアメリカとかで最近、いわゆるゲーテッドシティみたいなのを作って、その中で全部もう完結するみたいな。 全力の,もうあの水環境とかも全部含めて、その中だけで環境、うん、あの完結して、その外はもう知らねえみたいな。ああ、もう,うタワーマンのなんか巨大になったビルみたいな中に学校ももう病院とかもあって、なんかもう,う、ね、外のコミュニティの人たちは、こう、あんまりね、こう。 触れらな触れ,られないようにするんだっていう話もあったし、あとは実際にホワイトタイガーの中で描いていたのは、うん、まあそう、冬な地主の息子とかはね、うん、誘拐されたりするこう危険性もあるので、うん、ま実際それそ誘拐し身の賞金を取ったりするという、あのその まあ、テ,ロテロ組織というかですね、うんこう、反社会組織も結構あるので、まあ、そういうセキュリティ上の問題もね、ある、うんそれはも,もちろんあると思いますけど、日本でもいろいろねその階級なんというか格差社会とか言われてますけど、うん、なんかそれとは全然あのレベルが違う感じ。レベルう。でも、同じとこに住んでても、うん、同じ地域に住んでても全く隔、ま、絶した社会があるあ。物理的にに地域ななのにね、うん、みたいなそのあの バンガローの中だったりするのに、うん、まあ全然違うという。だそうなうると、まあ全くその自分たち、そういう差別されて、ダリトの人とかに対しても、うん、全く想像力働かないような人が、すごくたくさんいるっていうのは確かだと思うんですよね。うんうん、そういう人から見ると、なん人類学者がなんかいろいろね、あのゴミ箱漁ってんのか、お前らみたいな感じで、あっち行けみたいな感じになるわけですよね、うん、そういう、あの、インド社会の、まあ、断層というかね、うん でそれが、まあ、SNS と動員する為政者というかね、うん、権力側の人たちによって、まあ、なんかそういうあの,別の構造みたいなのがもう押し込められてっていうか、ね、うんうん、塗りつぶされていってしまうようなそういう危険性もあって、うん、まかコロナ後どうなるのかなっていうのをまたちょっと不安というかね、そうね難しい。だから池上先生もあの2000 2009, 年だ2009年から2017年までということで、 フィールドワークされたけど、うん、同じような形であのコロナ禍が鎮静化した後にインドに行ってフィールドワークするってこところで果たしてできるのかっていうね、うん、その辺もちょっとあの分からない状況ではありますよね、うん、でもまあすごいあの貴重なそういう自由に研究できた時代の,、うん、<laughs> あの貴重な記録としてもそう,もうあまあ<で>、まあ、もうでに高い評価を受けてますけれども、うん、まず傑作としてまたあとその ブック勉強する人はあのすごくインドっていう世界をあのリアリティを持ってねあのイメージすることができるようになるために必、うんまあ、読書というふうな感じでね。そうなんですよあとやっぱ僕は思うのはそのなんかねやっぱその研究者っていうのは物事を客観的に見るっていうちょっと引いてみるっていうのは必要だと思うんだけどやっぱりんか、ねうん、その人間に対する共感っていうか、うん、そういうのはやっぱ大事だと思うんですよね。うん うんまあ、あんまりでも僕の,その清水しさんの件とか見たりするとまあ期待できない、うん、まあ特にその仏教学者とかの、ね、中には期待できないなっていうふうな感じはしますよね。だって明らかにさうん、うん、明らかにさそのハラスメントは見えてるわけだもん。でこうやって告発してるのに、うん、もうあえてそれをどう考えて見えてるだろうみたいな感じで思うのに、うん、こう見えないふりをするっていうのもすごいよねっていうふうに思うよね。だからそ いやいや、待て待てみたいなね、感じ。えー、で、まあ、そう、まあね、何か、だから、そう、それに対して、だからその、賛同しなくてもいいから、何か、それに対してね、ねリアクションがなんかあるかと思うけど、完全にこう、だからさっきのあれと同じじゃないだから、その、そのバン、バンガルールとか、ベンガルールとかに住んでる人とかの中で、だから、その、その、 冬のなハイカースの人たちからすれば、大体の人たちゃんは見えないわけでしょ。見えないですよ全然。見えないですよ。そ同じで、だから僕とかも何かこう言ってても見えてないし、聞こえてもいないわけでその人の、だからその、認知の、その、だからユクスキューの言葉で言うと、感世界みたいな。中には存在しないわけだよ、その、うん、僕とか情報として。うん、<laughs> そうそうだから風の音、ピューピューとかみたいな、風とかの音ぐらいかなっていうぐらいしかないわけだ。<laughs> でも、それが、 その人のそう認識してる世界なわけでしょでもそれはすごいことだよね。うんうん、そういうふうに思う,思うなよっていうことで、僕とはサウドさんの協力を仰いで、太鼓を叩くようにして、音とかこんなに出してるのに、まあ、聞こえないっていうか、聞こえないふりをしてねもう。でももうそれがもう習慣になっちゃってるから、ナレーションみたいになっちゃってるから、普通なんだよね。なんかなんかそうおかしいとも思わないっていうか,か、それだから自分の不都合なものは見ないようにするっていうのが、もう、あのー、 内面化されちゃってるから完全にその人、うん、生き方になっちゃってるから、うん、もう治るんですよまあそういう少年はもう治らないなっていうふうに思って <laughs> だけどそいうでもそう日本の仏教の世界ででももしこれが僕一人の話し上げだったらあれでしょなんかそのまあ俺嫌われてるからかもしれないなみたいな俺の人道がなさだよサダ、うん、さんって思うかもしれないけど 猿先生の問題とかも全然解決してないわけじゃない。ね、<laughs> 全然解決してない、ねそうそ。猿先生にハラスメントされて、まあ、ここでちょっと名前出さないけど、うん、猿先生にハラスメントされ生あんまり問題化されたくないっていうふうにね、おっしゃってるかじゃああんまり言わない方がいいのかもしれないけれども、でも、あのー、さっき、さっき、だから僕のそういう、まあ、告発とかに対してリアクションしてくれたのは、池人類学者の池上先生だけだったっていうと同じように、 まあ仏教学会の中では、だから、佐々木静香先生ぐらいなんじゃないだ、えー、か,から、反応したっちゃう。あとはでもあの論文に対してもほとんど反応ないもんね。そうそう、あの、佐々木先生のそういう提言に対しても無視だし、<laughs> 法蔵館自身も、まあ、そういう新生出版社やら法蔵館自身も、あと問題提起しても無視。だから、そういう、だから、その、無視するっていうのが、もう、こう日本仏教界の生き様だ、みたいな感じで、もう、なってるから、うん もうもうどうにもならないやってもう救いようがないねっていう,うなまあそうなんだけど、でも、なんていうかね、うん、あの、でもまあそうじゃない人も、だからいるという数少ない人の、人の<う>あの、なんていうかね、発言とかを見ると、ちょっと、まあ、元勇気をもらえるっていうかね、だから、本当<ー>、残酷物語も本当ひどい話なんだけど、いね、でも読み終わると結構なんかね、闘志が湧いてくんだよね。そうそうそう,そう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 。よし、頑張るぞみたいな感じが。うんそう そこがやっぱ大事でなんかやっぱそういうところがあの多少なりともね、うん、あ,のあった方がないとそのだって研究っていうのはさ人間を相手にしてるわけだから、うん、だって文学だってさその、うん、宗教的なテキストだっては人間に向かって語ってるわけだからね、うん、あのそ,そういうところでその人,人間としての,その共感みたいなものがそこでなんか回路としてつながっていくような 仕事をやっぱり、あのー、僕は読みたいし、まあ、自分でもまあそういう機会があればそういうことや,やりたいなとは思います、ね。まあそうですね。あとまあそれ書いてあることと、うん、まあそういう生き方も一致している一般だが池上先生という感じでそれでそのホワイトタイガーという映画とあとその池上彩先生のまあインド残酷のあたりはぜひ、うん、この 配信の視聴者の方たちにはおすすめですっていうので、はい、あと、あれだよね、サウさんが、まあ、これも紹介したといた方がいいっていう風に言った、インドに関連する作品だと、あれでしたっけ、あの、フォーガットンアーミーっていうね、そうそうそう、ありましたね。